衆議院、東京15区の補欠選挙で、他の陣営を妨害したとして、政治団体、翼の党の代表者ら3人が公職選挙法違反の疑いで警視庁に逮捕されました公職選挙法違反の疑いで逮捕されたのは、政治団体翼の党から出馬し落選した幹事長の根本良介容疑者29や代表の黒川敦彦容疑者45ら3人です。 三人は、先月16日午前11時ごろ、東京、江東区にある JR 亀戸駅前で、衆議院、東京15区の補欠選挙に無所属で出馬していた、乙武弘忠氏の演説を、拡声器を使うなどして妨害した疑いが持たれています。翼の塔をめぐっては、演説中に大音量の演説をしたり、車のクラクションを鳴らしたりしていて、警視庁が、今月13日、 事務所などを固く捜索していました捜索を受けた際代表の黒川容疑者はあくまでも言論の行為に基づいたことなどと主張していました以下はネットユーザーの反応をまとめたものです逮捕容疑が記事にあるように音竹陣営え事案だけであれば別の事案立憲民主党のが哀演説を中止せしめた 日本保守党の外選者の交通を妨げたがないので、再逮捕を重ねて、都知事選で同様の行為をさせない思惑もあるかもしれません。都知事選挙、7月7日投開票に向けて、別の事案について、再逮捕による交流をするか、規則交流がなされれば、同様の妨害行為を防ぐことができます。ただし、その場合でも、黒川氏がすでに表明している、 都知事選への立候補は可能ですまた逮捕容疑が公職選挙法違反ということで選挙の自由が妨害されたとの認定を捜査当局が行ったことは大きいといえます現行犯などの場合には刑法の暴行などの容疑で逮捕後に取り調べや証拠調べにおいて選挙妨害を検討しますが先日の家宅捜索などにより選挙の自由妨害が 適用できると結論付けたと見られます。家宅捜査後に、黒川代表は過去の判例や法的事実に照らし合わせて、自分たちは適法なことしかしていない、表現の自由に守られているとインタビューに答えていた。その内容の妥当性はさておき、候補者が候補者を妨害するという事態はこれまで想定されてきてはおらず、 守られてきた候補者の選挙活動の自由を逆手に取ってきたとは言えるだろう現行法のもとで著しく限度を超えた他の候補者への妨害が逮捕可能であるということが明らかになったことは良かった翼の党からは逮捕された黒川氏根本氏が共に都知事選への立候補すると宣言同様の行為を続けると断言しており 今回の妨害がおとがめなしであったなら、選挙自体が成り立たない可能性が高かった。今後の行方を見守りたい。逮捕されて当たり前でしょう。あんな妨害行為が許されるなら何でもありになってしまう。注目を集めるために法を犯す者にはそれ相応の厳しい罰を与えるべきだし。もし動画の再生回数などで儲けを出していたなら3倍ほどの。 罰金もしくは労役を課すべきだと感じます。彼らのような暴力団によって、法改正することがあってはならないと思う。そんな手間をかけるような問題ではない。単なる暴力事件なのだから。この逮捕によって、彼らは事実上、おそらく有罪政治家の道を断たれるだろう。悪あがきすればするほど身動きが取れなくなるだろう。あとは、 ただひたすらに正道を模索しますすぐに生きるしかないのだ。結局正義は勝つのである。彼らが下道から正道へ進むことを切に望む。表現の自由、言論の自由は誰もが持つ権利、基本的人権、自由権ではあるが、それはあくまでも公共の福祉に反しない限りという制約がつく。国民は基本的人権を乱用してはならず、常に、 公共の福祉のために、これを利用する責任を負うと憲法に書いてある。義務教育で習う、憲法の一番大事な部分を理解できてない人が、法律を作る議員という立場になろうとすることが間違い。次の選挙が無事に終わるよう、警察には頑張ってほしい。逮捕はいいですが、確実に起訴し、真っ当な司法判断が下されるまで予断許しません。 これで不起訴、釈放になると、惚れ見たことかと黒川氏や根本氏が調子づくだけ。法治国家としての秩序を保つためにも、真っ当な司法判断が下されることを望みます。妥当だとは思うが、北海道警察が安倍元総理の選挙演説を妨害した人間を排除したときは、表現の自由の抑圧みたいに伝えたメディアが多かったと記憶する。 しかし警察としては、大マスコミのように思想によって批判したり、称賛したりとダブスタに走ることなく、演説妨害は許さないという一定の姿勢を示したものと言える。恫喝、暴力行為、それでなくとも、誹謗中傷。そんなものを、表現の自由と呼べるはずがない。小学生の理屈みたいな、いや、小学生にまで、大人として、恥ずかしくないのか。 とにかく法治国家として当然の流れで当然の判決と罰が下ることを望みます動画を見ましたが飯山候補へのひどい攻撃言葉の暴力は常軌を逸していますあれを成人男子が覚醒期でがなり続けるなど特に女性にとっては相当恐怖ですまずはしっかり有罪として フォロワーが発生しないようにする一方、防止に向けて法整備を急ぎ進めてほしいです。妥当な逮捕です。あれだけ勝手なことをやってあれが正当な選挙活動と、誰が見ますか。それ以前に単純に公衆電話ボックスの上に登る、行為自体、一般の人間、奴らも一般人じゃ、一般人がやれば捕まる案件でしょ。 とにかくあんなのは選挙活動ではない。捕まって、どこまで威張って主張できるか見物だよ。私は、選挙カーでアナウンスを担当していたことがありますが、選挙カーで回っている最中に、他人への街頭演説などが目に入ったり、近くでやっていると分かった瞬間にアナウンスは、現場を離れるまでストップします。また、お互いの選挙カーがすれ違う時や、 事務所前を通るときは、お互いに、礼礼候補、頑張りましょう、と激励し合ったり、ちゃんと候補者同士は尊重し合ってました。実際に、この黒川氏たちが選挙妨害をしてる現場に遭遇したことがあります。ものすごく大きな声を出しながら、威圧的に近寄り、繰り返し汚い言葉を吐き続ける。それを、スマホで撮影する。あまりに怖くて、 泣き出す女の子たちもいました。立派な暴行罪が成立すると思いました。それでも警察も見守るしかなかったのが現状です。こんな人たちのために警察や政治家など多くの人を動かさなきゃいけなくなり、それには税金が使われるんですよ。しっかりした処罰を望みます。許される行為ではなかったから逮捕は妥当。 日本は世界に誇る治安の良さそれは公共ルールやマナーを守り他人に迷惑や不快感を与えないでみんなが心地よくいられる空間を維持しようと日本人数と数とが努めて大事にしてきたもの彼らのやったことはそれをいきなり土足で踏みにじる行為だだが最近はここまでいかずとも自分さえ良ければの人が増えたと感じる